皆さんこんにちは、柴哲也です。今は世界中はコロナで大変ですね。皆さんの国はいかがですか？大変ですね。心からお見舞い申し上げます。さて、この起き上がりこぼしのプロジェクトを立ち上げてくださった高田健三さんも1年前に、10月の4日コロナの犠牲になられて亡くなられました。本当に残念です。心からご冥福をお祈りします。でもね、高田さんが残してくださった起き上がりこぼしの精神は今もしっかり生きていますよ。これは10年前の東日本大震災で、犠牲になられたたくさんの人たちを励まそうと始められたこのプロジェクトです。健三さんをはじめ世界中の心の優しい芸術家や文化人や、そして世界中の子どもたちが心を込めて、書いた起き上がりこぼしの精神で、このコロナの時代もみんなで励まし合って助け合って乗り越えていきましょう。またコロナが静まったら皆さんと直接お会いするのを楽しみにしています。みんな頑張ってね。